半期の横とかにいたんですけど、うん、今もうスッともうスッとこっち向いて入っちゃった。おちょ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 。あれ警察の方？でどういう風に？そちらは？あこちら。なんですか？取ったりした。うわ、ライトじゃない、レモンが。何なんすか？ホスト。キャッチのお姉さんが減った、本当にさっき見たけど。はい、始まりました。岡山24時。で今回ちょっとね、岡山の街に回ろうかなと。安全パトロールで。ね、おまりさんじゃないんですけど、まあ、ちょっとこの服をね、ハロウィンもね近いんで、近いというかもうハロウィン真っ最中なんで、ちょっとこれでね、岡山、そうでね、そう岡山の街を待ってみようかなと。はい、違うのね、レフドっぽいんですけど、もう毎回おなじみの立ちんぼのお姉さんです。いますね。30分3000円。どういうマッサージ？30分3000円。ちょっとね、距離離れてるんですよね、店とか店から。いや、警戒してますね、めっちゃ見てますね、中に入ってる。ポリスだと思う。見ますか、今あそこにいたんですけど、今あそこの本当自販機の横とかにいたんですけど、うん、今もうスッともうスッとこっちに入っちゃった。入っていったね、効果絶大です。向こう、栗の人は多分分かんないんじゃないこれ。リアルにもうそのまま連れてこそされて、ああだからもう日本に来てまだそのね、うん、1年ぐらいの人とか絶対分からんじゃないですか、言うて、うん、こっちの人の服装とか。そうそういうことですね、分からないですね、それね。はい、西側のおっちゃんのね、あれなんかないですよ。何が？あ、まだいつものこういう張り紙があるんですよ。で、多分こうやってもおっちゃん気づかないと思うんですよね、絶対ね。なんでちょっとこれを持っていこうかな。あ、なるほど、うん、持ってましたよっていう。はい、おちょ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 。お疲れ様です。あれ警察の方？あれ警察の方？ここにちょっと置いてた、ちょっとなんていうかね。今連絡しました。あ、しました。あ、そうなんですか。はい。でどういうふうに？そちらは？あ、こちら。僕の件で。いるんですか。あ、じゃあパトロールというか、そういう感じで。僕のことね。いや、そうですね、まあ全部来るんで、やっぱり。誰？あ、なんか電話とか。そうですね。もうだから逆だよ。いや、まあうち、まあ困るんですよ、やっぱりそういう公共の場合ね、本当に。そうですね、ちょっと。何ですか？取ったりした。何ですか？取ったりした。個人的に？ああ、なんだ、ゲールじゃん。何仮装して？ハロウィンじゃないですか。ハロウィンだったな、別に。いや、これをおっちゃんの家に持っていこうかなと思ったんですよ。何を？これなんかおっちゃんの気づいてないかなと思って。これね、え、家で届けてあげようかなって電話したんですよ。もう遅い、9時頃全部撤去された。ああ、そうなんですか。で、2、3日返せん、うん、ああ、誰かわからんかったか、はいはい、役所ももう閉まってるし、ああ、なるほど。でも僕ら最初気づかんかったんですか。気づかんわ。マジですか、なんか、本当ですか。いや、ちょっと見たらさ、警察じゃないから。まあ、合わせてくれとくかなと思って。あ、なんか分からんけど。もし手に入ったらもうあれなんだろう、もう、まあ、ここではやるけど、まあ、このままずっと置いたままにする感じは。また前に行きます。おかしいでしょ、左持ってきて。あ、そうなんですね。
1日2日にはないって言ってた。ああ、そうなんですか。1日2日には帰ってこないってことそうやって聞いとる。ちょっとさっき隠れたね、その外国の人だね、見つけてきちゃうね。うん、あ、でも結構有名なお店だから。ああ、確かに。隠し通路みたいな。ここは来たことない、ね、え、こんな隠し通路があるの。びっくりしたな。こんなとこにライト、ライトだ。レモンが。何なんですか。新しいですね。新しい。ちょっと、わかりづらい。すごいな、でも象牙じゃないですか、そうだね。象牙っぽいですね、マジで。まあ、なんかちょっと胸につけてね。あと、ロトシックス。ね、ガキですね、やっぱり、ね。やっぱ警察になって思うんですけどね、やっぱこういうなんか威嚇する人もやっぱ公共物破損なんでね。そうね。 あっちもすごいじゃないですか。ほんまや。いや、自分将来警察を目指してるんですけど、ね、こういうのをやっぱ取り締まらないかな。確かにね。いやー、いなかった、隠れちゃいましたね、ちょっとね。いや、後ろあれ違う。ポスト。うん。いないね、人が。まさにね、高島屋の裏。本当結構濃いね、結構人集まるんですよ、ね、うん、いや、さっきもなんか言ってたけど、本当にキャッチのお姉さんが減った、本当に。さっき見たけど、あの通り、おっちゃんが酔ったけど。前あっちの橋のところもいましたもんね。あっちの橋のところもいましたもんね。どこにいるんだろうね。ホタルで探すより大変かも。確かにホタルの方が簡単でしたね。あ、入ってった。いや、しまった。この辺ないよね、やっぱり。しまった。クローズだからね。違法になったほんま。今月からダメになった。ダメ。そうなんです。え、うん、あ、そうなんや。クラブとかは分からんけど、こういう風俗系のはダメ。初めて。たまたま今日回っとって、そしたらもうすごいキャッガールズバーとかのチャイナのあれが、台湾マッサージがすごい警戒して、来たらみんなバーって入ってって、そりゃそうだよ。口の中人間って、そうだって捕まった人いてるもん。ほん、誰捕まった？柳町で中国人のお姉ちゃん捕まった。あ、だからそう、敏感に反応した。おいか、おったらすごい逃げてって、さっきもどっか逃げてったんや。見えんかった今は。もう絶対そんな格好で。いや、悪いですよ、この子もしたのね。はい、というわけでね、情報によれば、10月に入って岡山県の迷惑行為防止条例改正によって、そのキャッチ行為
マッサージ気持ちいいよとかそういうものに対しては、逮捕の対象になるということです。言ってたよね。言ってましたね。で、中国人の人が捕まったということで、たまたま僕そういうんじゃなくて、また普通にハロウィン安全パトロールで行ったんですけどね。この辺とか柳町なんで、別に。ありますよね、ちょっとね、これ。ね、おまわりさんって言ってないんで、まあ大丈夫だと思うんですけど。お疲れ様です。お疲れ様です。というわけで今日は、こんな感じでしたね。今日はね、そのハロウィン前で、本当、どんな治安なのかなっていうふうに、まあ見回ってたんですけども、まあ、タイムリーな事件で、なんかその今、キャッチとか、その風俗店とかのキャッチがもう一切ダメになっちゃったんですね、岡山が。それでやっぱ今日ね、そのなんかやっぱり見てくると、やっぱその、台湾マッサージとかそういう感じの、ちょっとグレーゾーンなところのキャッチがもう、もうこっち見た瞬間、バーって引いてきますよね。そうね、あの、僕らがその、なんかパトロールとかそういったわけじゃなくて、こういう格好しただけでびっくりする。ハロウィンのネタでやった時点でびっくりするって、全然僕もわからなくて、その、本当にタイムリーで。まあでもこれでも少しでも治安の維持というか、そうだね。まあコスプレですからね、所詮。そうですね。うん。だからその、ね。そういうのないし、そんななんか、ただの黄色いあれと、なんか、まあややこしい、ちょっとね。コスプレですからね。はい。というわけで、また多分このシリーズ多分やると思います。そうだ、はい。これでね、ちょっと来て、いう感じで、はい。今日は終わろうかなと思います。よっしゃ！よっしゃ！裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。